まあ、NHK 党の国会議員が、えー、解説しないんですよね、私は NHK 党の国会議員の、えー、東谷義和、ガーシーをです、ね、告発していますけれども、えー、そのガーシーではなくて、濱、えー、田聡君ね、あのー、私が NHK 問題に取り組,ん組み始めたのは2001年。 頃かかかから今からららでです今約21年前 NHK 問題に取りり組んでおりま立花隆先生がまだ NHK にいて、えー、おそらくグランドピアノのね不正経理なんかしていたあたりじゃないかなと思いますけどもその頃から NHK 問題に取り組んでましてそして浜田聡くんが、えー、東京大学の大学院におそらく通っていた、えー、時ぐらいから NHK 問題を取り組んでますから あの浜田聡君が動画にて開発解説している内容ですとか、えー、NHK の党のね立花、えー、先生がですね、えー、昨年改定された放送法の話ですとか、えー、その辺ね NHK 党が言ってきたことによって、えー、法律が整備されていってるわけね。だから えー、今から同じことを言ってたならば、それは NHK とが嘘ついてるということになるんですけども、う、まあ、嘘までいかなくても正確じゃないことを言ってきたわけ、そして、えー、それが法,法改定とか規約改定、まあ、NHK とはおそらく解,あの解説しないと思いますけど、後々解説するかもしれないんですけど、今のところ、ですね YouTube 上には何も上がってませんから。 あんだけ NHK のことを言っている党がですよ、えー、国政政党であり国会議員も2名輩出している党が法改定と規約改定のことに関して一切、 触れていないなその部分に関して私が解説していきたいなと思います本日2023年の1月19日午後9時1分を回ったところです大浦森林会の大浅大使でございます日本で唯一の浜田聡参議院議員のアンチ YouTuber でございますだからたまにはですね小倉美咲さんの件じゃなくて えー、道志村の消防団の件じゃなくて、えー、道志村の永田村長の件じゃなくて、えー、警察庁の元長官の中村汰先生のことじゃなくてあのあ先生っていうのかなちょっと分かりませんけれども全力で取り組むって言ってた人ね、うん、小倉美咲さんの件全力で取り組むって言って、えー、辞めちゃった人ですけどもそういう人のことをつっつくだけじゃなくてやっぱり浜田聡くんのことをつっついていかないといけなくてえー え4月からですねえ改定される NHK の受信規約ですね、正式名称は、これですね、正式名称はこれです、日本放送協会え放送受信規約、これっていうのは何にひも付いてるかというと、放送法にひ,いひも付いてます、その中間に当たるのが、なんちゃらかんちゃらって浜田聡くんが言ってましたけど、そこにね、不備があると。 不備があるから、えー、NHK としては NHK、えー、と契約をして不払いをしましょうよと、えー、その主な理由としては NHK との契約自体は放送法ね放送法の第64条、えー、これ昨年の10月1日に変わったやつ、えー、やられてますけどまあこれの話も後でしますけど64条に書かれているところによって あのえー、と契約受信機を設置したものは NHK と契約する義務がありますただしそれ,それを怠っていれば法律違反ですよと、ねそのね、契約しない設置したものが法律違反ですよただし契約しておいて不払いするのは法,法律違反じゃないですよっていう奇弁を取ってたわけです今までね。 それの、それに利用していたのが最高産、最高産判例の、えー、NHK 受信料は設置日にさこどぼりますってことね。 最高裁判例として設置日に遡るという判例があったんですでその設置日に遡るというのは所詮規約上から出てきてる要は放送法にひも付いてるやつから来てるから、えー、放送の受信契約の成立がいつかっていうところを最高裁が、えー、受信日の設置日に成立するものとするというやつがあったわけねでそれを前面に押し出してきて、あのーまあ、正確じゃないことを言っていたのが 立花先生と浜田聡君ですね。えーまあ、そこが変わります。えー、令和5年の、えー、4月から変わります、えー。放送受信契約の成立は、えー、放送受信契約またはその種別の変更契約は受信機の設置者と NHK の双方の意思表示の合致日に成立する。だから設置日っていうく、えー、ものがなくても、えー、成立しちゃいます。いや要は契約書があれば、 その契約書っていうのは総務大臣がめえ誉、ー、って認めた,たものね、えー、免除基準っていうものがあれば免除に関して、えー、定めたもので栄誉、えー、免除しちゃだめよというね免除しちゃだめよっていうものに関しても定めた基準が、えー、書かれているものそれが、えー、総務大臣の許可を得たもの その中のこの許可を得たものの中に契約の契約書の中に設置日っていうのが今までありましただからそこの設置日が記載されてないもしくは記載されてた,った場合はその記載されたされてなくてもされたとしてもその設置日を特定し設置日に遡って受信契約をやらないといけないよねそれはなぜかとは総務大臣が免除してないからっていう最高裁判例があったので。 だから契約はして設置日が書かれた状態でそしてその契約したんだけれども不払いをするというのが、えー、法律違反じゃないよって言ってきたわけそれが法律違反になりますと要は不払いが法律違反になっちゃうんですよあのひもづいちゃったの えーまあ、その紐付いたもので、まだ反あの判例が出てないから、あのうん、と今の現段階の中では、えー、法律違反じゃないよって言い切れるかもしれないんですけども、いずれ多分、これ、紐付いちゃいましたから、こういう判例が出てくるんじゃないかなと。ねえー、受信設置日が記載されてないものに関して、例えば、えー、今後ね、えー、令和5年の4月以降のな何らかの裁判で、 契約書のガッチビ、意思表示、これ民法上のやつでしょ、民法上の意思表示、NHK という法人とえ受信設置者という個人が、設置者自体が法人の場合もあるかもしれないけど、その双方の合意によって成立した場合に、そこから支払いの義務が生じますということ。支払いの規模、12条ですね。 12条のところに、をしきりに、この浜田聡君とか、立花先生言ってくるのね。今まで言ってたのは、この9法の右側の方、9ですけど、これね、これを言ってたんですよ。えー、契約者の義務違反、だから義務ですよって言ってたところに、支払いっていうのがないわけね。まあ、私はこのカッコ1があるんじゃないかと思ったけど、これはね、 これ違う攻め方したんですよ、立花先生こ。この話を知ってる立花先生本人しか多分気づかないと思うんだけど、第2条、放送受信契約が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。あとは世の中、今これニュースになってて、2倍の割増金を支払わなければならないって、今から 決まってる今からやらないと4月からやらないといけないと思ってるでしょ違いますってこれこれ9ですから昔からあるのわかりますか <laughs> 昔からあるんですじゃあこれを払わないといけないのになぜ NHK が、えー、請求してなかったんですかっていうふうに総務大臣の免除許可ないよね総務大臣の免除許可ないというか総務大臣がええよつって えーえー、規約がこの第,2条なじ第12条なわけであり、ね、それを取ってない NHK が、えー、国に対していや我々国民に対してあの政治性を要は、えー、自分たちの行い職務怠慢みたいなやつね職務怠慢みたいなものをしてんじゃないかっつって突っ込んでったわけね、えー、まあそれはそ,その通りなんですよそれはその通りだけど これね、よく読んでいけば <laughs>、よく読んでいけば、えー、っとね、うんとね、これね、支払いの遅延っていうところにが記載されてるわけ。だ第12条の二に、えー、放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分、 以上を滞納したときは所定の、えー、放送受信料を支払うほか、えー、1期あたり2%の、えー、割合で計算した遅延利息を支払わなくてはならないってもうすでに昔からあるわけだからこれをさっ費12条の2を完全に無視してつかああるのわかる頭にあるの分かるんだけど無視して支払わないこと自体はそのなんていうかあの違法行為じゃないよ これ違法,違法行為なんです、これ紐付いてるんですよ。それ紐付いてるのは何かっつったら、ら昔のやつにも実は紐付いてるの。放送法64条の、えー、2, 条2条、教会はあらかじめ総務大臣の許可を受けた基準でよりによるものなければ、全条の基準により契約した者から徴収する受信料を免除してはならない。だから、あの支払不払いしている人、 のやつ,つな免除ししいいけないでしょだから免除してないからそれを、えー、払わなさいよっていう他にプラスきににんとこれね1期当たり2%で計算した遅延,遅延用を支払わなくてはならないっていう状態になってたの。 だからそっちの方は言わないでしょ自分たちが不払い運動をしていて、自分たちは NHK 党ね、NHK 党が不払い運動をしていて、そしてその不払い,者え不払いねした人のそれを肩代わりしてるわけでしょ今 NHK 党がね。そこっていうのは払わないで免除されてないということはイコール、それ自体が違法行為なわけ。わかりますか <laughs> 違法,法律違反じゃないっつっても違法行為なのそれ,それ決定してるのはこれなのよ支払わなくてはならないっていう文言があったから違法行為だったわけ今までは分かりますかこれ浜田聡君よく聞いたほしがいいですよこれ支払わなくてはならないという文言があったので違法行為なのだから NHK 党が今まで推奨してきたことっていうのは実は紐づ付いてて違法行為だったんですってこれは私は気づいてました 気づいてましたでそこ,そこの12条の2じゃなくて1の方を、えーね、そのけみあの契約してない方を前面に押し出して立花先生がですね NHK を攻めていったわけでしょでそして結果どうなったかっていうと請求することができるっていう NHK 党の、えー、弁護士 NHK 党じゃない NHK の弁護士さん,ん NHK 党の弁護士さんとしては一番嫌な 請求することができるという文言に変えられちゃったわけ。これ総務大臣が A えをえっつったわけ。総務大臣が A えをえっつったのは我々国民が A えをえっつったわけね。言ってればわ分かりますか今まで立花先生がし契約しない人、要は NHK と契約しないのに NHK を黙って見ている人は助けませんよ。それはそうですよ。当たり前なわけなんですけど、それ,それをやって正義だって言ったわけね。その代わり、 契約して不払いしている人はたちは,あのあのは守りますよと。それは法律違反じゃないからって言ってたわけでしょ実は法律違反だったんですよ <laughs>。実は法律違反だったの。法律違反だったんだけど、それを NHK が怠慢職務怠慢をして、その遅延金の決まり2%のところを、えー、支払わなくてはならないってなってるのに、その支払わさせてなかったわけ。だから、 あのその NHK 党が推し進めている方針ので守られている人たちね守られてる使う違法行為をしている人たちが違法行為じゃないですよっていうことを NHK 自身も認めてるっていうか NHK 自身も支援してたわけだから文言が変わったのよ全部変えました支払わなくてはならないじゃなくて請求することができるように全部変わったんですよこれこれね一応計算してみました私ね 計算ししてみましたあのちなみにですけど、ね、NHK 党に関わらない人は民法の多分、えー、5年の、ね、順用を求めないと思いますけど5年を求めて、えー、例えば裁判所から、えー、請求が来たの例えば60ヶ月5年ね5年60ヶ月で。 えー、あこれ NHK というのは2ヶ月で1期ですから、2ヶ月で1期ですから、1ヶ月1275円の地上波の,その契約金だとして、ね、2期ごとに6 60ヶ月、だから30期か、30期払ったとすれば7万6500円なのね。だから10年間滞納してた人は、これの2倍、これの2倍、15万ぐらいか、15万ぐらいを、えー 免除されてませんから、だから総務大臣の免除されてませんから、これを払わないといけないの。受信料ね。受信料、免除されるまで。さらに、プラスして、遅延金も免除されてませんから。わかりますか遅延金も免除された。と、ちょっと10年は計算してないんだけど、なぜ 10, 10年を計算しないかというと、あのー、民法上の5年の時効の延用を、えー、認めるっていう裁判判例があるから。 そしてそれは NHK 等が、えー、携わっていれば多分 NHK 党の弁護士さんが時効、あのー、を適用してくださいって言うからこれ言わ言わない請求されてる方が言わないでいるとそのまま10年だったら10年分くるんだけどそしてこれ裁判でな、えー、7万6 5 0円払いなさいよってなったとしてもですよ。 あ,のあれですからね NHK から請求書はおそらく届くはずなんですよわかりますか ?15 万何がしのうち、えー、裁判で7万6500円払えってなった場合は時効の援用して7万6500円、えー、払うことになるけど、えー、その他の7万6500円は裁判所民法の,その裁判上では、えー、払わなくてもいいってなったけど請求はしてもいいわけ。 それなぜかって言ったら、請求はそれは免除されてないから。だら支払わなくてはならないだったからね。だから NHK はそこの部分をやろうとしたときに、その一方で受信料の子は、その支払わなくてはならないを持ってくるんだけど、その利息の2%のところやってなかったわけ <laughs>。NHK ね。あと割増金の部分、合計3倍っていうところもやってなかったのよ。これ、もし割増金あ2、2%の,の遅延金ね。 NHK とが合法です合法ですって言ってたその支払わなければならないよおそらくこれ多分ちょっと違うかもしれないんですけど、えーきえー、この文言ねこの文言あ、まあ、結論ぐらいで10万ぐらいじゃないかなマックスねマックス5年だとしてマックス10万5518円だから遅延金が、えー、3万円ぐらい2、えー 3万円ぐらい足されるのよついてきてます。ついてきてますついてきてますかいいですかこれ昔の話ね。今、今、昔ですか、今の話ね。今の話。今の話だけど、これやってないから、たぶんね。放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期以上滞納したときは、 この時っていうのは NHK 党を支持して、えー、契約して不払いしている人たちほとんどの計算当てはまるでしょ何万人もしかしたら何十万人ってこういうことをしている人がいる可能性があります NHK 党をね支持して。 ね、だからその人たちは、えー、今のこれ9てなってるけど今,今まだ適用中ですからこの放送でいくと所定の受信料を支払おうか1期当たり2%の割合で計算した遅延利息を支払わなくてはならないんですよ、その人たちは。だから NHK に向けて言ってるんじゃなくてこれは、N、総務大臣と NHK と国民総務大臣と国民ね国民が取り決めた契約書の中にこういう文言が入ってるよということ。 だから、えー、免除しちゃだめなのよ。この2%の部分、免除しちゃだめだし、昔の、この <laughs>、僕は昔のこの2倍の話ね、これ2倍の話、今からとかって言ってる弁護士、全部そっぱち。昔からあるから、これ。単に NHK が、NHK がやってない方だけ。だから、総務大臣が A、ええ、よっつってね、 の割増金を免除してもええよっつってないのに免除してたわけつか請求してなかったわけそしてこっちの遅延金も請求してなかったわけだからその請求してないことをいいことにこっちの支払いの遅延に関してはあの何、ー、ていうか法律違反じゃないですよと不払いは法律違反じゃないですよって言ってたのが浜田聡くんです東京大学の大学院まで行って何を学んできたんですかあなたは本当にいいですか <laughs> いいですかそしてそれを計算するとおそらくですけど NHK って1であ 2, 2ヶ月で1期ですから地上波ね1275 <laughs> 12円ねこれ例えば5年間滞納した場合は最初の1回目に対してその時払えばその2ヶ月目の 時に遅延してから払えば2601円だから2000正規であれば2550円なんだけど2601円のだから61円ぐらいの遅延金払えば51円か51円の遅延金払えばいいんだけどその次になっちゃうとさらにあの50円足されて100円ぐらいの遅延金ってどん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 足されていくわけそのね すると、最初の期の遅延金が、まあ、これ実際はこれよりももっと先の 3, ヶ月が3期が、三期だから6ヶ月か、半年入るんだけど、ちょっとそれ、めんどくさいから、なくすと、だいたい最初のやつにかかってくるやつが4619円なんで、だいたい倍2000円ぐらい追加されるの、遅延金。 で、その次の木のやつにも同じぐらい4500、その次も4400って、どん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 いくでしょで、これを全部足していくと、本来であれば、えー、7万5000、何がしの、その、えー、ちゃんと言うか、本来ではまあ7万6500円だ。7万6500円の受信料なんだけど、10 5518円払わないといけないのよ。それ支払わなくてはならないなのよ。 だけど NHK は裁判上何やってきたかっていうとえここの部分というかここじゃなくて5年じゃなくて10年だったら10年ねその年数に応じてこれやってるわけだから遅延金を一切入れてないわけわかりますかだから契約しないで不払いを続けた人であろうが契約して受信料を遅延した人であろうがそれはえ総務大臣の免除基準 の、免除していいよっていうところに合致してないから、支払わなくてはいけないでしょだからその支払ってないこと自体が違法行為なわけ。だから契約して不払いって違法行為なんですよ、そもそもそれが、はっきりと法律に紐づきましたよということを NHK が解説しないのは。まずは、正確に言いますよ。放送法の第64条が変わりました。いつから変わったかというと、え2 0 0 0年、 2022年の10月1日から変わってます。令和4年の10月1日からね。で、ここに何が追加されたかっていうと、それ、それ今まで言ってきた割増金とか免除基準のことが追加されてます。当然遅延の、遅延金って書いてないけど、もうこの2項でも決まっちゃうのよ。 教会はあらかじめ総務大臣の許可を受けた受信料の免除基準のものでなければ、全校の規定により受信契約を止結した者から徴収する受信料を免除してはならない。えー、教会は受信契約の条項に基づいて、次に開ける、えー、事項を定め、だからもう法律上に、そこの部分の、あのー、やつを決めて、そしてそれをね許可、総務大臣の許可を受けなければならないですよと。 変更するときも同じですよ。で、今変更するでしょ。だから、まあ、変更しますって決まってるところで総務大臣が A をっつったわけね。総務大臣が A をっつったことっていうのは国っっ、国会で A をつったわけ国会で A をつったのは、我々の代表が A をっつってるから、国民がい、e、をっつってるわけね。だから、国民が2倍、いだから今まで、今までと変わらないって <laughs>。だから、今ね、ニュースになってて、ヤフコメが1万ぐらい言ってましたけど、ね、今までと変わらないのよ。 変わらない何が変わったかって言ったら放送法とちゃんとひも付いたの。規約も放実はあの規約も放送法とひも付いてたんだけど、ひもづかねえって言ってたのが NHK との立花先生。これは確かにひもづかないような要素があったわけ。それ NHK が怠慢してたからよ、これ。 割増金とか遅延金を支払うよう裁判なり何な,なりしてなかったから,だから怠慢してたから NHK の立花先生から突っ込まれてもおかしくないのだけど突っ込んでた時に NHK と自体が進めてきた受信契約して不払いというやつも同時に危うさを秘めてたんだけどそれが完全にえ放送法第64条にぶら下がりそしてぶら下がった結果こっち変えないといけないでしょその放送法の位に 一致するからのこの日本放送協会受信規約って放送法よりも下の方にいるからで下の方にいるやつ全部書いたわけそしてその時に <laughs> NHK 党の弁護士としてはやられたくない要は NHK の NHK 本体の弁護士がよく使ってた言葉請求することができるにしたわけこれ重要ですよわかりますか請求することができるんですよだから免除する支払わなければならないにしておくと どこまでも取り,取り立てに行かないといけないでしょ裁判でも何でも全部全部起こして。そりゃそうでしょだから受信機を設置した者側の怠慢が悪いから、だからそっち側の法律違反を NHK は見逃さないでくださいよっていうのが総務大臣が許可したことね。じゃあそれをと取り立てに行かないといけないんだけど、ね、請求することにができるだったら請求しなくてもまあ、まあね。 で、請求することもできるんだよ。だけど、請求しなくてもいいよ。だから、しなけ、支払わなければならないっていうものが消えただけで、NHK は取り立てに行かなくてもいいわけ。で、取り立てに行ってもいいわけ。で、それによって何が起きるか。私はですね、大体が、あのー、想定してるのは、NHK に B キャスカートとかを、えー、言っちゃった人には簡単にこれできるでしょ取り立てに行くわけ。だから、支払わなければならないんですよつってやっていくわけね。今までと同じで。そして、 NHK 党がおす,すめてきた契約して不払いね不払いしてきたものに対してはこれねこれできるだけ多くのものを請求するしかもいいいい、ね、当然だけど5年5年の延用なんてその訴えられた側が NHK 党側の 弁護士が、えー、時効の援用を求めてくるだけであって当然 NHK は、えー、NHK 等の嫌がるようにその額は多くしていくわけよ少しでもねさっきのやった時効の今までは7万,万6500円だったけどしっかりねこ,こ,これを法律の、えー、法律放送法にも書いてるしさらにこの12条の2よりあ7万5600円じゃなくて10万5000ね10万5000ちょっと ちょっと3割ぐらいかな130%ぐらい取り立てることができるだから今までの裁判裁判数が要は裁判数っていうのは NHK とが推し進めている NHK と契約し不払い者に対して年間例えば1000件裁判を起こしていくでしょ NHK が裁判を起こしていって取り立て で7万6500円を、えー、NHK 党が肩代わりしてたわけ我々の税金から、えー、せあの不法な行為じゃなくて、まあね、ちょっとグレーだけども、えーまあ、ある意味、えー、マネーロータリングをして、えー、悪い意味じゃないよマネーロータリングをして NHK 党が肩代わりしてたわけそのね裁判その金額が3割ぐらい増すのよ130%で3割ぐらい増すような形になるんじゃないかなだって 民法上の事故の栄用が認められたとしても、この 2%, 2のところを要求すれば、請求すれば、それは法律上認められるからね、きっと。だから、これが変わってもなお、えー、来年のね、来年じゃない、今年の4月からですね、来年度か、来年度から、立、え、花、ー、先生とか浜田先生がね、受信料不払いは違法行為じゃありませんと、支払う義務がございませんって言い続けたら、 それはちょっと危ないかもしれないですよ。だから放送法自体が変わったから。どんどん,どんどん整合性をと、えー、取れるようになってってるから。だから、あのー、そうなってくる。そしてさらにあの受信機の設置ね。これはね、これはね、 私もびっくりしたな私も気づかなかったっすね設置日じゃなくて契約になっちゃったのねだからこれによってね国民あの法律のことを知らない人がかなりやられちゃう可能性があるんだよねこれ。 契約の成立は受信機の設置日に成立するものとするっていう今この状態なんですけど4月からはどうなるかというと受信機放送受信契約またはその種別の変更契約は受信機の設置者と NHK の双方の意思表示の合致日に成立するだから受信せ設置日っていうところが空欄だったとしてもサインし、ハンコし契約書を交わした瞬間に成立するっていうことじゃな、ね、い だから私はあの、テレビは持たない方が、あのね、NHK を見ないで民放だけを見ますと。それはね、やめてください。だって民放っていうのはなぜ無料でできるかっつったら、スポンサーが CM 料金を払ってるからでしょ。だから番組に対してスポンサーが金流してるから。 スポンサーは広告代理店を一回経由してるかもしれないけどだから広告代理店の力大きいんだけど広告代理店自体が放送インフラを整備するだけ儲かってないからわかりますか電通とか博報堂とかって儲かってないのよ要はインフラを整備したっていうのは実はですね NHK の今もうお亡くなりになった人たちなんですよ いいですかこれ重要なので NHK をぶっ壊すって言ってるでしょ NHK とは NHK ぶっ壊すっていうのは今お亡くなりになった人たちが汗水垂らして頑張ったインフラをぶっ壊すっていうことそのぶイ,ンインフラがぶっ壊れるということは当然民間機民放もね民放も全部ぶっ壊れるのよじゃ <laughs> ど,どうなるかっつったらあのもうインターネットに行くしかないわけね地上波を捨てインターネットに行かないといけないのよ 光ファインバーはケーブルに行かないといけないの。電,電波で飛ばすんじゃなくて、もうケーブルの中の光で通信するしかないの。放送じゃないですよ。通信ね。それがもう、もはや可能になりつつあるの。昔だったら絶対無理。パンクするから。ね、アメバ TV でだここまで来たのかと思いましたよ。あ、ちょっとパンクし始めたでしょ。でも、あれはかなりの視聴率があるからパンクし始めたの。 ね、今、えー、要はネット回線をつながないで、えー、NHK だけ見てる人いっぱいいますよ。まあ、実はそっちの人の方が多い,多いわけですみ。皆さんは今 YouTube、えー、ご覧になられてて信じられないかもしれませんが、そっちの人たちがはるかに多いわけ。だからその人たちが全員、えー、同じような視聴方法を取れば、えー、実はアメバ t v のような何千万とかっていう人が、あ一千万とかっていう人が見なくても、そん、ね、あの えー、あ、一0万というかあのサッカーとかじゃなくてもちょっとしたニュースとかでももしかするとパンクするかもしれないのねだけどあ,のある程度あのねアメバ TV のワールドカップで分かってきたのはある程度許容できる状態に今で、ね、来てんじゃないかなと思うそれはですねあのー、濱田聡くんなんかはあ分かり始めてると思うんだよね 田舎に行ったりあの、東京の小笠原諸島とか青,青ヶ島村とかね、えー、石垣島とか行くでしょ離島とか北海道とかいろいろ行くでしょそういうところっていうのは、実は NHK は地上波をもう捨ててんです。捨ててるっていうか、もう無理なの。NHK の職員に高い給料を払った上で、あのインフラを確保するのは無理なんです。じゃあ何を行ってるかっていうと、立、え、花、ー、先生は何日か前も否定してましたけど、 税金が投入されてます私立花先生否定しましたけど、NHK は国税が入っていませんって、完全に否定したでしょ ?NHK 受信料で成り立ってます。それはお向きですこれはね、あの浜田悟君とか、立花先生が突っ込んでいける要素に値するかもしれないですけど、全国あまねくってあるでしょ全国あまねくようにやるために、実はですね、NHK はですね、 巧みに金を使ってるんですよこれ、抗金を使っているように見えないようにして使ってます。ね。だから、だから、電波灯ないっすよ。2011年から急速にここ10年ぐらいで、電波灯ないっすよ、田舎で。どうやって NHK 見てるんですかって話。ね。そのお金って NHK が純粋に NHK 受信料だけで出してますかって話。 公費が一部導入されてるんですそれを言わないんです。解説しないんですよ。立花先生はね。だから、それを言っちゃうと NHK をぶっ壊すって言ってること自体がやばいことだなっていうのが分かってきちゃうわけ。NHK 受信料をね、NHK と契約して不払いすることは、えー、義務じゃないんです、ね。法律違反じゃないんですってね、言ってたことが全部崩れていくの。 その一部抗菌を使ってるっていうことが入ってくるとねガラガラガラって崩れていくのはまあいいんですけどそこまでいくとちょっと難しくなるんでちょっと長くなりましたがえまとめますとえ世の中で世間でえ今ニュースになってる2倍っていうのはもうすでに昔からありましたとねそれをえーえーなんとかね整備した不備法律上整備しただけうん 昔からあるんです。それを NHK が取り立ててなかっただけの話。そしてそれは取り立てないといけないので、えー、ちゃんとやりなさいよって立花先生が突っ込んでいったならば、請求することができるというふうな文言に変えて逃げ道を作ったということ。NHK と国が、実は、ね。国会が、国会がつか総務大臣が、えー、えよ、ー、っ、えーえー、つったわけ。それは、えー、ねえ。 あの国会通ってますからだから立花先生もそれは知ってるはずねでそしてさらに設置日まで遡ってやりなさいよという最高裁判例から逃げるような規約を作った要は設置日に成立するという文言を削除しましたこれも重要です重要な変更点のうちの一つです、はい、そして、えー、NHK 党が解説しない遅延金のやつを解説しましたね、えー、前に まあ 3, ヶ月3期が3期だから6ヶ月以上を、えー、滞納した場合には、1期あたり2%ずつの遅延金を、えー、請求することができるというふうに変わります。今は請求しなければならないんだけどね。はい、以上です。